少年寺は、山梨県海市竜王新町に所在する寺院。浄土宗寺院で、三号は必ず徳山。本尊は阿弥陀如来像。六地蔵所在する海野市竜王新町は、甲府盆地の中央北園から、やや西部に位置する。寺の前には南北に、甲州街道が通過する。海の国社記、寺記によれば、江戸時代の元羅元年に、新洋海山として創建されたという。 一方、1955年観光の龍王尊氏では、創建を、慶長11年とする伝承を紹介している。龍王新町の寺社では、室町時代創建の寺称寺が古く、松寺である新喜び寺も存在していたが、江戸中期に廃絶し、少年寺はそれに変わる形で創建された。江戸後期に成立した、貝斐の国島紀81、少年寺では、 元赤坂地蔵院と称し、官営年間二女地四世府を賜り里中に移り、本尊は石蔵六地蔵であるという。地蔵院は現在廃寺であるが、寺木によれば、官営十一年の創建で少年寺の末寺であり、石蔵六地蔵も少年寺に伝来している。寺木や国市では創建を近世期としているが、本尊の阿弥陀如来立像は、 室町時代の造流と考えられており、創建は中世に遡る可能性が考えられている。本尊の阿弥陀如来立作りは、室町時代の作で、造高89.7センチメートル。左右には記事である、観音菩薩像、聖子菩薩像を従えている。木像、玉眼貫入。体部は一気で、内國はない。 後輩裏に、綿棒最高の名文が記され、近世期に玉眼が勧入されたと考えられている。観音、静止悟り像は、江戸時代の作。造工は、観音菩薩像が52.6センチメートル、静止菩薩像が53.1センチメートル。木像、玉眼勧入失敗仕上げ。他、江戸時代の禅道大師像、法然承人像、 阿弥陀如来座像も伝来している。石像物では、本堂手前南側に丸彫りの六体地像が並立している。像は、下部が、砂礫に没し,しているが、造高73センチメートルから83センチメートル。寛永年間に赤坂諏訪神社前に創建された松寺の地像院に、あった像とされ、地像院は、昭法年間に里中に移る。明治期に、 廃物希釈により廃寺となったと考えられている。六字像は赤坂の石橋に転用されていたが、大正期に掘り出され少年寺に移されたという。竜王朝子文化歴史編、P145、竜王朝子文化歴史編、P237。ありがとうございます。